おはこんばらん、かのもろのかきあきあです。今日見ました映画はですね、スパイラルソーオールリセット。こちら6月2日から、Amazon プライムビデオさんの方で見放題が始まりましたので、早速視聴させていただきましたので、そちらの感想を今日はちょっとねお話ししたいなと思っております。よろしければね、興味ある方はねぜひ最後まで、お付き合いいただければなと。ちなみにネタバレというね、ネタバレはないように、話していきたいと思いますが、もしかしたらポロッとねちょっと喋っちゃうかもしれないネタバレ的なことね、それも了承の上で、お付き合いくださいませ。ちなみに私が、評価というか感想は独断と偏見と私の好みでお話ししていきますので、あくまでね一感想として聞いていただけたらなと思います。はい、今日見ましたスパイラルソーオールリセットは2021年の作品ですね。ホラースリラーとして、1時間33分の作品でした。一応これ R15 プラス指定なんでね、お気をつけください。そうと言いますと2004年から始まりまして、結構の作品数のもと、まあね、ファイナルレガシーと終わってしまったのかなと思いきや、オールリセットということで新しいその新章としてまあ発表された作品なんですけども、今回の層はですね、あのクリス・ロックさん総指揮のもと、まあ、今まで関わってきた方々が手伝って作り上げた作品ということで、まあ、期待もね結構大きかったんですよ。で、ソウはもう本当に大好きで、何よりも私あのジグソーが大好きなので、まあもうあのジグソーはね、まあどうなってるかっていうのはソーシリーズを見てきた方ならばまあわかってると思いますが、なんやかんやで最後の最後までそのジグソーがちゃんと出てくるんですよ。でもこのオールリセットっていうのはもう本当に新しいソーとして生まれ変わって、その新章としてだけどソーという作品でジグソーも関わってくるんだけど、まあジグソーが出ることはないだろうなと思ってたんですけれども、まあそこですよね。はい、さあ始まりました。初っ端からね、あの毎回ゲームが見せてからの本編の流れが やっていくのがまあそうのやり方なんですよ。もちろん初っ端からねちゃんとゲームがありまして、まあかわいそうな痛々しいゲームがありましたけれども、そこからですね、まあ、見ていくじゃないですか。BGM、歌ありの BGM があって、そうって、まあね、ロックな方々の場面とかは結構あったんですけど、歌ありの BGM ちょっと違和感を感じたかなっていうのもありましたね。で、まあ、見ていくと、まあ、主人公が出てくるわけですよ。主演のクリス・ロックさん。まあ、私、吹き替えで今回見させていただいたんですね。今度字幕で見ようかなと思ってるんですけど、いつも吹き替えでまず先に見るんですよ。じゃないと字幕だと、あの、映像の方をちゃんと見れるので字幕ばっかり追いかけちゃって。字幕ばっか見てると映像ちゃんと見れないっていうのがあるんで、まず吹き替えから入って、どういう映像なのか焼き付けてから、まあ、次字幕見るって、まあ、字幕もなかなか見ないんですけど、今回クリス・ロックさんの吹き替えが、高木さんだったんですよね。で、ちょっと最初から最後まで、高木さんの声が、まあ、高木さんが悪いわけじゃないんですけど、ちょっとソウの作品の中で、その、高木さんっていう声優さんをずっと使ってたのはちょっとなーっていう、なんかもったいないなーっていうちょっとありましたね。もうちょっとなんかこうね、抑えめの方でもよかったのかな。でもクリス・ロックさんって確かね、俳優さんだけど、なんだろう、お笑い関係の方なのかな。まあわかるんですけど、やっぱそうっていう作品をね終始ね、最初から最後までちょっとなーというちょっと声は気になりましたね。あとジグソーの声ってとても大事で、もちろんで、ビデオを通してとかテープを通して伝えてくるジグソーの声、まあそれもねちょっとね
なんだろう、若々しさがあって、ジグソーじゃねえ。いや、でも、まあ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 、で、我慢して、まあ聞いてたっていうか見てたんですね。でも、映画自体の、カメラの画質とかはもうほんと素晴らしく綺麗 で、色合いとかも、ね、結構暗めにしてるんですよ。明るいところもちょっと暗めな感じで。それはいいんですよ。すごくね、映像も綺麗だし、画質も綺麗だし。それは良かったですね。はい。でね、あのね、皆さん結構レビューとかって言ってるんですけど、いつものソーとやっぱ違うところが、人情描写が多いんですよね。まあ、今回警察が舞台で主軸になってるんで、警察署が。本当は、ソーの、本当はっておかしいけど、ソーの映画って、まあ、犯人っておかしいけど、ジグソー側の視点が結構あって、で、まあ、警察がターゲットに今までなったことあるんですけど、でもそれでも、警察、まあ、主軸になることはなくて、やっぱ、今回はなんか、いい方側が結構描写が多くて、その、ジグソー側、まあね、オールリセットだからまあわかるんですけど、やっぱ違うな、そうとまた違うなって、そういう意味でもオールリセットって関わってくるんだろうなってタイトルのね、はい、思いました。で、ジョン・クレーマーですよ。問題の。ジョン・クレーマー。トビンさんは、ジョン・クレーマー、ジグソー役のトビンさんですね。まあ、出るのかな、出るのかなと思ってたんですけど、まあ見てください。はい。私が一番期待していた部分のところですね。はい。どうなっているのか気になるところですけれども、見ていただければ、はい。わかります。そしてですね、まず進んでってゲームが結構あるんですね。でも、ゲームちょっと少なく感じましたね。やっぱあんまりにも、そうって、本当、一番最初のそうって、ゲーム1回ぐらいなんですよ。1回だけなんですよ。でももう後半に当たるのもそう、ゲームの、そうはゲームの量がすごい多くて、ちょっとゲーム数足りなく感じましたね、やっぱり。最初なんでしょうがないのかなっては思いましたけど。で、そう1を思わせる演出があったのはちょっとね、良かったっすね、やっぱり。そこはね、すごく良かったんですよ。ああ、なるほどね、みたいな。あ、行くのか、みたいな思ったけど、やっぱり行かない、みたいな。うん、そう見てもらえばね、そう、ワンをね、思わせるあの演出はね、素晴らしいなと思いました。そして、なんと言っても、最後の伏線回収が最高でしたね。はい。もうね、鳥肌立ってもう涙出ました。でででん、ででで ん, でん、でんででんって、あの音楽とともに来るこの、最後の伏線回収とそのやりとり、そして、最後の終わり方、そこでそれ持ってくるみたいな。その終わり方はもう、そう、ならではでした。もちろん、最後は良かったんですよ。本当に、鳥肌ものでね、良かった。なんですけど、その次に台無しにしたのはエンドロールですね。そのデデデンデデデンっていうのに歌入れちゃったんですね。まだBGM に歌入れるのはちょっと違うんだよな。ちょっと違うんだよ。そうってそういうとこ違うんで、なんかこうエンドロールはやっぱりね、静かに終わるか、そのデデデンで終わる。終わってるんだから、そこの、もう、ねえ、なんで歌入れるって、そう、すごい思っちゃって。ちょっとね、そこはね、一回台無しにしたかなーって思いましたね。でもね、今回通してみて、最後にね、やっぱその、持ってくるのが本当、伏線回収が本当に素晴らしいんですよ、創作品って。今まで全部、ワンからもう神がかってるんです、その伏線回収が。そして、あ、そこそれだったんだって思わせる。もうそれがね、そうのいいところです。本当に素晴らしかった。ただエンドロールでちょっと歌やりは、あれはな、でも後半もう歌なかった。ちゃんと私エンドロール最後まで見ましたけど、最初だけちょっと歌ってね、最後は歌なかったんですけど。
そこはもったいないなと思いましたけどね。まあやっぱ層にとって大事なことっていうのは、緊迫感で脅迫めいたことで、そして絶叫感、もう絶叫ですよ層といえば。それもね素晴らしくありました。そしてゲームの生々しさ、まあ、いわゆるグロテクスと言われる、肉肉しいね表現力、こちらも素晴らしかった。はい。で、伏線回収、これがもう本当に良かった。うん、素晴らしいですね。層の良さ、もう入って含めてたんですよ。こんなに含まってたんですけども、何かが違う。層とまた違ったものを感じたのは、やっぱり、今回はいい人側の、まあいい人側っていうのはおかしいんですけど、警察を主軸にしてて、そう、あ、そうじゃない、ジグソー側ですね。ジグソー側、まあ、今回ジグソーが誰かっていうのを、その、分かってない状態なので、もう、ソーの後半とかは、ジグソーって誰か分かってるわけじゃないですか。トビンさん演じる、あの、ジョン・クレイマーだっていうのは分かってるんで、あれなんですけど、このオールリセットは、ジグソーは誰なのか、ジグソーの模範なのか、模範犯なのかっていう、そういうところなので、だから、まあ、警察の方がね、主軸になってるんだろうな、とは思ったんで、そういう意味も含めて全てオールリセットなのかなって、この続編がだから、期待されるところですね、これは。はい。まあでも今回見て、まあ最初はね、ああ、違うな、そうじゃないな、これ。でもそうなところもある。確かにある。わかるけど、今まで見てきた層と見比べちゃうと、やっぱり、ちょっと違うなっていうところたくさんあったんですけど、もうオールリセットっていうタイトルの通り、すべてをリセットした上での新しい層の新章だよっていう意味なんだろうなっていう。はい。なので次回作にとても期待したいなと思っているわけですけれども。1時間33分、全然長く感じませんですね。あっという間に終わってしまったので、次回作期待したいと思います。この私の評価というか、レビューはですね、感想は独断と偏見と私の好みでお話ししておりますので、あくまでね、はい、皆さん、いろいろ意見ございますと思いますが、一意見として聞いていただければなと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。またね。